ボンジョルノー、かっちゃんです。今日は12月の27日水曜日、はい、ね、水曜日ではない、もう27日年末やけどね、ちょっと風邪ひいてね、多分風邪ね、体調がすごく悪くて、ロケが全然行かないから、年内のロケ無理かもわからん。まあ、行けたらね、まだあと2日あるから、ちょっと体調次第ねんけどね。今日もね、今昼12時29分。しんどいわ、年末に風邪ひいてやばいな、これ。昨日夜ね、牡蠣食べて、ちょっと体調運動してんだけど。155/87/69、ちょっと高いね。はい、まあ喋ったもあるけどね。157/69、なんか高なったり低なったりやね。今日はね、ちょっと、明日、明後日、何でしょう、もうそろそろおせちもね、作り始めなあかんなと思ってね。ちょっと早いですけどね。でも、作れるもんさっき作ってたから楽かなと思って。でも冷蔵庫ぶち込んどっかなと思ってね。あんまり早く作ってね、傷んだらあかんから。ギリギリの方がいいねけど。ギリギリになってくると忙しいでしょ。気ぜ悪い。やるんやったらもう30日にまとめてと思ってんねんけどね。今年はね、なんかいろいろあったけど、こんなに景気が悪くてね、こんなにね、どん底な年も珍しいな。まあ景気ね、2024年から上がるような気がすると思って生きていかない、仕方ないんだけどね。もうちょっとこうね、景気が良くなって生きやすい世界になったらなと思うよ。あっちゃんだけじゃなくて、この世の中がね、どうしてもね、やっぱりこの景気っていうのは本当に自分でコントロールできるもんじゃないからね。そう、特にね、あっちゃんの商売は他の商売何でもそうやで一緒やと思うけどね、あっちゃんの業態にしてみたらね、景気が悪くなるとどうしても、ね、広告を渋ってくる、広告収益率が下がってくる、ね、それと景気が悪いとやっぱりね、世の中の気分も進んでくるから、YouTube 見とる時間もなくなってくる。みんなが見てくれなあかんし、見てもらっても収益率つくたが、両方が重ならなあかんね。まあ、いろいろね、兼ね合いで世の中っていうのは成り立ってるんでね。まあ、昨日でもちょっとね、あまりにも具合悪いから、ゆっくりしててん。で、ゆっくり、なんていうのかな、
くりとこう寝てね、昼からちょっと寝てねしててんけど、体調ちょっと戻ったかもかな。昨日よりかはマシになったけどもね、本当に久々にね、まあ、めちゃくちゃ具合悪いわけじゃないねんけど、の具合悪くてね、なんか寝るに限るわと思って、ちょっと起きるまで寝たろうと思って2日やってみて、今日も昼、昨日も昼風邪すぎとったけどね、そうやってゆるっと過ごして、早く体調戻さんとね、正月までには戻さんとと思ってんだけど、昨日ね、アコと LINE しとってね、アコに対して LINE 送っとったんよ。LINE でやり取りしとって、大丈夫って言って、ってね、心配してくれとって。ね、そうね。でもなんか、中でさ、いろいろと文章、まあ、あっちゃん結構誤字脱字が多い人やねんけども、それでもちょっと文章おかしいって言って、大丈夫って言って、まあ、大丈夫やと思うんだけど、あんまりもひどかった、病院行きやー言われてね。文章に現れるぐらいあちゃんの体調がおかしかったよな。さすが看護師。まあ、なんだけどね、ほんまにね、まあ、あとはね、そういう目線ね、で、看護師っていう目線もあるしね、それであちゃんのこと心配してくれてるんやろうなと思って。まあね、脳出血の時もね、ちょっとした異変に気づいてくれたからね、今がある。感謝してるんだけどね。ちょっとね、視野が狭くなってきて、ああ疲れ目かなーって、帰って寝るわーと思ってて、それにね、その当時ね、あちゃんはちょっとなんか陳列棚にね、ぶつかったんよ、どうって、いでと思って、いたっつって、どうしたんって、陳列棚にぶつかってんって、あそうって、でまたドンって言って、またぶつかったわって、はっはっはって笑うって、え、大丈夫って言うから、なんかしらないな、右側だけどな、ぶつかんねんとか言って話したら、右側の視野かけてないで、見えてないんちゃうとか言われて、わからへんみたいになって、もうちょっと目隠し、片目ずつ目隠したら、右側の視野が明らか、狭くなってたんや。で、もうそやわ、こうなってるわ、だそれ、脳の方ちゃうか、って、だから、病院すぐ行きっちゅって、出先からね、すぐ電話しっちゅって、夜やったんや。で電話してんけど、救急外来がまた遠いとこやったんや。救急外来は遠いから無理やわっちゅって、そんなん言わんとすぐ行き言われて、いらんっちゅって帰ってきてね、明日絶対行くんやで言われて、で翌朝ね電話かけたんや、その救急のところにね。で目がこうやこうややったら、眼科行け言われてさ、眼科行け言われて、眼科違うっつって、眼科行ってもあかんから言われてんけど、まあ、言われたから眼科行ったんや。眼科がね、これ受けるやん、あっちゃんにとる眼科めちゃくちゃ待つんよ、めっちゃ待ったね、2時間のが待って、診察昼からになってすぐに野毛行け言われて、診断書書いて思って野毛のクリニック行って、そこで脳梗塞ですって言われて、で脳梗塞、それも終わったよ、夜9時やったね。で大きな病院に紹介状書いてくれて、行ってこい言われて行ったよ。で浴場行ったよ、また2日遅れて行ってんけど、目行ったら検査します、で 脳梗塞ってことで、脳梗塞とか点滴入れますって入れて、それで1日おって途中で、ね、検査するからって検査回って帰ってきたら、先生が点滴外すで、違うのに入れ替えるって、なんで脳梗塞じゃなく脳出血やったんじゃって、脳梗塞しとって、だ最初のレントゲンは脳梗塞やったんやと思うんだよね。1日2日掘ったあったん行ったから脳出血に変わったんやと思うんだけどね、思うだけね。でだから先生もそこの経緯はわからんって言ったけど、MRI と CT 撮ってね、脳出血やわって言って、で脳出血の治療に移って、だからあのレントゲン最初にみんなに見せたレントゲンは脳梗塞やったんやと思うんだよ。でその後脳出血やったのね、レントゲンの形が違ったみたいで、それ見てね、それ見て、それから今そうやってあこにね、お世話になるつか、その当時に見つけてくれへんかった、もう多分特に死んでたよなと思う、まあ、そんなもんあって感謝もあってね、
なんか今回もね、ちょっと5時がひどいでって言われたから、ちょっと様子見やなあかんな。またね、まあ年末年始ね、また2年前みたいに倒れないように、ね、気ぃつけるわ。と、はい、いうことで、今日のあっちゃんのソレタイムこの辺で終わりにしたいと思います。昨日よりちょっと大丈夫だったけどね、まだちょっと頭この辺が痛いのよ、頭痛すんね。ちょっとこの後ね、頭痛薬も飲んでゆっくりしますわ。じゃあまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのソレタイム良かったやと思ってましたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。じゃあまたね、バイバイ。